今回はプロの試合の棋譜を見ていきたいと思います。今回見る棋譜は去年の中国個人選手権の棋譜になります。まあ、去年って言っても中国個人選手権の中では一番新しい大会になります。まあ、中国ではコロナウイルスとかがあって最近あんまり試合ができなかったと思うんですけれども、そろそろ、まあ、9月になってですね、始まるよという情報が流れているので、今後新しい棋譜が出てくるのが楽しみです。今回見る試合の棋譜は、赤が王さん、黒が丁さんの棋譜になります。見ていきます。今回の試合では、王さんは主走局で始まりました。まあ、今回というか王さんは結構主走局多く使われているのかなっていう感じに思います。で、丁さんはこの馬8、神7を選びました。まあ、飛走局に対しては結構、頬が回る手とか、ここに回る手もありましたし、こっちの2路の方がこうやって動く開脚もありましたし、馬が跳ねるのであれば、馬8、神7より、馬2、神3の方が、指された局数とか、プロの試合とかを見ると多いです。まあ、あと、処置がつくとか。まあ、なんですけど、今回は、テイさんはこれを選びました。先にお話ししておくと、多分今回の棋譜自体はですね、丁さん的には多分あんまり状態が良くなかったかなっていう感じですね。で、まあ王さんはいつも通りっていう感じになります。なんですけど、結構まあ棋譜は見てて分かりやすいっていうのと、王さんらしいなっていう何 て言うんですかね、感じの試合ではあると思うので、まあ見ていて面白いかなと思って選びました。ちょっと続けて見ていきます。まあこうしてこちらの馬が跳ねたので、王さんはこうしました。まあ出づらいようにですね。まあ次にこっちまで引かれると黒もちょっとやりづらいと思うので、丁さんは先にこう引いて、馬が跳ねて馬が跳ねてという形になりました。まあここまで来ると結構もうこっちはここ引かれているので、この馬はこういうふうに変馬に跳ねることが多いです。まあ開脚だけ見ると、まあこっちの赤の方は探偵馬ですね。片っぽの馬はこっちに行っている。で、探偵馬みたいな感じなのに対して、黒は平風馬という形の局面になりました。この赤の探偵馬の局面ですか、開脚の局面自体は、形状としては基本的には穏やかっていうふうに言われます。まあ、そうですね。王さんってなんか結構激しい攻撃をすごくするように見えて、なんだかんだ言って意外と穏やか。というか、まあ、はい、なのかなとも思います。で、この次に王さんは、王さんじゃない、丁さんですね、はこうしました。で、この局面で、この飛車1、神1は多いんですけど、同じぐらい多いのが、まあ、象がこっち、象7、神5と上がる手も比較的に多いです。まあ、象7があるなら3もあるのかっていう感じなんですけど、まあ、3もあると思います、こっちも。あとは、まあ、ここ変馬に跳ねてますし、こうやって処置がつく手もあると思います。まあ、こっち3が上がっても、こっちがついても、私の好み的には、飛車9、神1と、この車を王者に使っていくのが好きかなという気持ちです。まあ、なんでしょう、象7、神5の方は結構刺される数が多いので、なんかちょっと実践なんかないかなと思って見て、探してみたんですけど、まあ、やっぱり象7、神5でも、この車を王者に使っていく変化は結構刺されます。で、これ、この試合は中国の選手対マカオの選手の試合で、ちょっとだけ開脚を見ていきます。まあこんな感じで、この時は頬を寄りました。で、こっちに車が出て、車が黒も王者に出ました。で、士が上がって、こんな感じ。まあこっちにはこれがあってこれないので、こっちに行きました。で、頬が寄ると。まあ、結構頬が、この飛走局、ここに来ると硬い形になることが多いので、まあ、結構自然な形です。まあ、車がここに出て、この馬を使えるようにということですね。で、この車が出たので、この馬が使えるように処置の交換と。で、赤もここに出て、交換になりました。まあ、こんな感じの開脚がありました。はい、結構これも自然に穏健に進んでますね。っていうのと、まあさっきこうやって開いたんですけれども、
先にこうやって王者に出るのもありました。これは中国の女子のプロの試合です。どっちも多分優勝経験あるのかなぐらい有名な選手ですね。はこういうふうに出て、双王者ですね。両方車がこうやって出ることによってつながると。で、視野上がって、こうなると。で、こっちも車視野上がったので、こうやって出れるということで、こうやって交換していくと。で、こうして、こうしてると。このこう下がった手は結構、今回見る王さんとテイさんの試合でもテイさんこうやって下がったんですけど、結構後々こっちに行って、この処置をなんとかしていこうとか、いうふうに使うこととかもあったりとか、使い方いろいろですね。今回は先にこうやって交換になりました。こうやって交換してしまうと結構穏健で、この試合自体も引き分けになってました。っていうと一応これもあるんですけど、割とこうやって上が上がっても穏やかに進むのかなという印象です。今回の試合はこうでしたね。これも続けて見ていきたいと思います。で、今回テイさんがこうやって上がってから、王さんはこうしました。ちょっとこれは少ないような気がします。で、こうやって士が上がったので、こう相手も象上がって、で、王者に出て、こうすると。で、黒は双王者ですね。で、赤も黒もどっちも王者になったんですけれども、この黒はつながりあったことによって、もうこの士が上がっているので、この車は可能性としては、ここか、後々ここもあるかもしれないですけど、一番平和に指してこことか、来たらもうすぐに交換してしまうということもありそうですね。この局面だけを見る限りは、しばらくはお互いにそんな激しい攻撃はなさそうかなという感じの穏やかな局面だと思います。で、実際、王さんはこう出て、本当にこうやって交換になりました。で、こうなったんですけど、さっきこっちが、飛車1、進1と、王者に出た時に、視野上がったんですけど、例えば、赤が先にこうやって上がってたら、こう出た後に、赤がこう、双王者になるっていう可能性もあったかもしれません。それもありですね。で、実戦は視野上がって、割と平和に進んで、交換になりました。で、こうやって出ました。で、この局面自体は本当に、なんでしょうね。私が嫌いではない形ですね。穏やか。でも私はいつも大体真ん中に方が ありますね。でもよくよく考えると、こう、象と士とこう、つながり合ってるこの局面、綺麗ですよね。あんま簡単に負けなそうですし、いいかなと思いますけどね。この局面で、テイさんは、こうやって方が引きました。やっぱりこっちによって、これをついていこうという感じかな、というふうに思います。一般的にというか、私みたいな、ね、平凡な頭だと、この局面で、こうやってついて、交換して、馬が使いやすいみたいな感じですね。っていうのもありかなと思うんですけど、なんでしょうね。これプロの人が解説してたんですよ、この試合を。で、なんでしょう。この局面でこう指すことは、なくはないと。でもプロとか、のレベルとかになってくると、なんでしょうね。これをこう交換した後に、こう、象がこう上がりますよね。で、象がこういう高い位置に来ると、すごく、戦型が乱れやすいみたいな、攻撃に使われやすいから、プロとかだと、そういう交換はできるだけしないように進めていくのが多いみたいな感じで説明されていて、ショッカーと思って、私は頭が平和だから。でも実際は、この局面ではこれもありだよって、その時は進めてというか、説明されてました。で、テイさんはこう下がりました。で、この局面、平和なんですよ。平和なのに、ここでここから王さんの性格が現れる一手だなと思う手が指さされました。王さん何指したと思いますか？興味がある方は、というか考えたい方は一度ここで動画を止めていただいて、では進めていきますね。王さんはここで、こう指しました。なんでしょうね。さっきも言った通り、こう、なんでしょう。象がこういう交換はあんまり、
なんだろう、プロは指さないよっていう話とかもありましたし、なんかパッと見ここでこれ指すみたいな、まあありえますけどね。まあ私は平和なので、平和なのでというか、結構こういう、まあせっかく飛行局でしたし、もう死も上がってるしみたいな時はこうね、固く指すのが好きですけどね。はい、いや、もしこうやって指したら、なんだろう、こうとかで、まあこれとか聞いておきましょうね。で、予定通りこっち来るとか。で、まあこんな感じで進んで、まあ別にダメではないと思うんですけどね。はい。で、まあ、あとなんだろう。あ、多分これはあんまり意味がないと思うんですよ。すぐにこうなるので。多分なので、まあ、やっぱこれでいいのではないかと。まあ平和なので、私。で、あの、王さんはこう指して、なんか、これは結構多くの人が多分この試合を見てて、あ、なんか王さんらしい。この試合って結構穏健に進んでるのに、王さんってやっぱりちょっとしたこうタイミングというか、ポイントを見つけてこう、攻撃を仕掛けるというか、攻撃とまでは言わなくても、その後のこう展開がちょっと有利になる指し方をこうしてる方なんですね。はい。で、なんかよく言われるんですけど、なんか、王さんはすごく攻撃は好きで、なんかこう攻めていく指し方をしてるんですけれども、なんか王さんが基本的に指してる手って、そんなにバカに激しい手ばっかりではないので、まあなんだろう、うまいんでしょうね。これは自体は一回兵を捨てる手ですね。で、それで攻撃をしていこうという形なんですけど、今の局面、黒のこっちの局面を見る限りだと、この象と象の間に車があって、あの、やっぱりちょっとだけこっち側が弱いんですね。特にこの馬が本当にちょっとだけですよ。本当にちょっとだけこの辺が弱い局面で、ちょっと弱いのでちょっと攻撃されたということですね。まあこれはなんか試合の中でも王さんの気風が現れてる、うん、いてですね。でもそれを説明してた人が、王さんの気風はなんか学びづらいみたいな、なんかどんなに王さんのなんか棋譜をいっぱい見ても、王さんのようには普通の感覚じゃ指せないってその人が言ってました。で、なんか他の人がそれに対して、王さんの棋譜っていうのはなんか道理っていうんですか、をなんか、うん、シャンチーのなんか詩の道理っていうのをこう求めてるもので、常にこう効率の高さっていうのを求めてる指し方だと思うんだよねって言ってて、あ、そうなんだと思って、なんかプロの人の解説を聞いて学んでました。まあこれでテイさんはこうしました。まあもしこうやって取ると、まあ多分普通にこうですよね。で、まあ例えばこうだったら、多分普通にこう馬が出ていって、この局面だったら王さん的には受け入れられるというか、多分プロのレベルだと赤として大丈夫、やれるっていうことなんだと思うんですよ。で、この後、まあなんかどうでしょうね、ちょっと考えてみたんですけど、こう、うん、もし入ったら取っちゃった後に、あの車がこうやって入っていくと、なんだろう、窮屈な感じでこう守って、で、馬が出られると。で、こうなってからこうなれば、まあ、金星には近いんですけれども、まあ、赤の方が駒の位置的に指しやすい。その駒の位置って結構王さんは重視してるらしくって、うん、なんか、駒の位置がいいっていうのはやっぱり攻撃に使えると。で、駒の位置はすごくいいけど、これが1個あるから多分、ポイント的に、パソコンとかでもし見たら金星に近いポイントが上がってくるのかなっていう感じです。多分これが生きる前になんか攻撃してるんでしょうね。はい。まあって感じでですね、こうしてもしこうやって取ったら、まあこんな感じかなっていうのが、これでこうですね、馬が出ていくと。で、まあ動きが早い感じですね。こちら辺の意外とこの車っていい位置なんですね。で、実際はこれに対してこうではなくてこうしましたと。で、黒もまあ基本的には穏健ですよね。穏やかに指しているという感じです。で、まあでもここに来たらやりたくなる手ですね。馬が跳ねて当てると。
で、これ以上馬がこう前に出られると先手なので、今先手で一手こう車に当てて跳ねたんですけど、それも困るので、自然にこうですね。で、そこで交換して、馬がこれを取ると。で、この1個兵を捨てる手を指した、最初捨てる一手でしたね。で、結局、今の局面を見てみると、兵1個多いんですね、赤が。で、ちょっとだけ黒にとっては、損かなっていう局面になったと。まあ多分、ここの局面になる時の、最初の一手の切り込みというか、なんで言うんですかね。踏み出しの手というか、は多分これだと思うんですね。この一手から、こうなんか、うまく進んで、穏やかに自然にこう、ちょっと良くなったみたいな、馬の位置も良くなりましたし。はい、そんな感じですね。になっていて、まあ、王さんとか、あと、テイさんも最低限の良さに、王さんの展開がとどめてましたし、プロの方の進め方ですね。勉強になりますね。で、テイさんはこうしました。多分、これは、この方を交換しないか、という意味なんですけど、この局面から見ると、テイさんもう一個兵が損してる感じで、しかもこの兵って一個多いんですけど、この象がこう、象と象も守り合ってるし、象にも守られてるし、結構安全な兵なんですね。守りやすい兵が一個多くて、駒の位置もいいと。っていう風になると、この一個の札って札の少なさっていうのは後で響いてくるので、多分テイさん的には、ちょっと大きい駒を交換して負けづらくしようという局面だと思います。それでこうしたのかなと。まあ、穏健に、より穏健に指そうということですね。で、ここなんですけれども、多分ここを、こっちの方が良かったんじゃないかというふうに、結構な方が解説されていて、あ、そんなもんかと思って。確かになんか、馬が跳ねる。まあ、もしこっちに跳ねるとか、こう、とかあったら別にこうやって止めとけばいい。まあ、でももしこうとかだったら、こう一回、この線に来るとか、で、こうとかですか。で、取る。そこからこう車が出るとか。で、これで追いかけるとかですか。こうやって進んだら、でもやっぱちょっと赤の方がいいですけどね。多分、局面的に。やっぱり、局面はいいけど、どうだろう。まあでも、こっちの方が実戦よりは良かった。みたいです。こうやって跳ねていくとか。あと何だろう。先にこう車来るとか、守っとくとか。だったらこう当てて。これはこれで金星ですね。割と、そんなに、何だろう。黒も不満ではないと思います。まあ馬が行って上に行ったので。で、まあこんなで跳ねた方が良かったんじゃないかと。実戦ではこうなって、まあ交換したんですけど、この馬が結構、方との交換によって後ろにありますし、どうでしょうね。多分赤としては割と満足な局面だと思います。この1個もあるし。で、ここでまた王さんらしい手なんですよね。なんか王さんらしいっていうのは、なんか特に何も攻撃がないという時には、穏健に指すと。まあ、王さんの手って、なんか、すごい攻撃、すごい攻撃をしてる人に見えて、なんだかんだ言って穏健だってみんなが言うのは多分こういうとこだと思うんですよね。うまいというか、こういう時はちゃんと形を整えるみたいな、効率を求めてってことでしょうね。で、実際のこの局面になるとですね、まあ確かに赤はちょっといいと思うんですよ。でも、なんて言うんですか、黒にとってそんな致命的なっていうか、重要なというか、問題はないと思います。はい。まあそんな感じで、まだ黒も全然やれる局面だったんですけど、次の一手が問題になります。次の一手、テイさんはこう指しました。まあ多分結論から言うとですね、この時、まあまだ馬跳ねるとか、C 上がるとかですか？の方が良かったんじゃないかと。というのが、こうやって馬が跳ねた時にですね、多分、テイさんは見てなかった、気づかなかったんだと思うんですけれども、すぐにこう、王さんは死を取ると。でも、これって結構、なんでしょうね。
殺法というか、殺法までの残局というか、なんでしょうね。自信ないとなかなか刺せないですよね。で、まあ、こう取るんですけれども、こうジャンして、まあ、この馬はこう根があるので、こうして、こうなりました、実験。これはなんかつまり、1個の方と赤の、黒の2個の士と象の交換なんですね。で、これはなんか交換、まあ、コマ数のポイント的に言っても、多分、1個の方の価値の方が低いと。2個の士と象1個ですね。の方が価値が高いんじゃないかっていう見方ですね。で、これは確かにそうかもしれないと。でも、こういう交換してるときに結構重要なのは、なんか他の駒、この取った後の局面で、他の駒が攻撃に使える組み合わせが、どういう組み合わせがあるのかっていうのも重要みたいで、今、馬と車と、まあ一応ここにも馬がいてっていう感じなんですけれども、こういう局面でこういう形になりましたと。で、ここで、まあ、王さん的にはこの交換は、駒の組み合わせ的にも、駒数的にもっていうんですか、満足だろうということで、こういう交換になりました。ここで、まあ、黒は、馬、馬、ほう、車なんですけど、赤は、車、馬、馬。で、まあ、この人多いみたいな。で、こっちは守る駒がいろいろボロボロっていう局面になったんですけれども、局面的には赤がもうとても有利です。で、ここからなんですけど、まあ、赤が有利になってからどうやって勝っていくかっていうところの、ポイントかなというふうに、見方的には思います。で、ここで、まあ、黒はこう入りました。まあ、ここにでも危ないので、こっち行って自然な手ですね。で、一回ジャンが入って、下がると。で、ここで、こうしました。これは結構うまい手で、交換しようということなんですけど、でもなんか、私みたいな頭だと、もうなんか、一個駒損してて、大きい駒もう一個交換しちゃったら、攻撃の駒が足りないから、なんか、心配だなとか思っちゃうんですけど、まあ、これはやっぱりプロの局面判断ですね。この馬はこの象を守ってるので、交換すると結構この形が、守る形、陣形が弱くなるということなんですね。で、結構重要な一点になります。で、交換しました。まあ、黒からしたら、まあ、しょうがないですね。危ないということで、こう守ることぐらいしかできないかなと思います。で、ここから王さんはどうやって攻撃していったのかを、見ていきたいと思います。プロの方とかも、まあ、とても標準というか、正しい攻撃手順で最後まで進んだんじゃないかというふうに言っています。まあ、さっきも言った通り、この形まで来ると、守る駒がいろいろボロボロで、こっち馬方車で、こっち馬車なんですけど、兵が1個多いっていうところと、この馬の位置はあんまり良くないですね。まあ、前に来る余裕はなさそうだということですね。ということでですね、まあ、あとこの兵はこの象に基本的に守られてますし、赤は形が綺麗ということで安全なんですね。なのでやっぱりもうすでに赤が良くて、赤がどうやって勝っていくかという形の局面なんですけど、まず1手目はこうやって方に当てました。で、テイさんはこうしました。なんかこの中方に回る手もあるのかなと思ったんですけど、後々こういうの狙って。まあ、一瞬ここで根もあるしとか思ったんですけど、まあ、もしこうしたら、なんかこんな手があるかもね、みたいな。まあ、一回ジャンとか入れても、これで取れます。で、まあ、あるかもねっていう、こういう手とか、あとまあ、可能性としてはこっちに行くのもあるのかなとも思ったんですけど、でもまあ、ジャンされて、こういうふうにこっち狙っていってとか。で、まあ1個取るとかでも、やっぱり赤がもう結構勝勢な雰囲気だと思います。で、テイさんは多分一番粘り強くこう指しています。まあ、ジャンされたら下がれるという安心があります。で、こっから上手いんですけど、こうやって先にまずこれに当てて、これ簡単に取られるわけにはいかないので、まあ馬を跳ねさせてからこうすると。で、これで、この方が動けないみたいな。そうすると、こうしかないですね。こうやって守るしかないみたいな。ちなみに、こうして、こうして、こうして、こうだったって、さっきこうやって車でこうやって守ったので、じゃあこっちもあるのかなと思ったんですよね。こっちで攻撃したらどうかなとも思ったんですけど、まあ、そしたら普通にこうどけるんですね。
まあ、こういうふうに攻撃するのはありといえばありかもしれないですけど、でこうやって馬が下がってこれ取りたいみたいな、取らせたくないみたいな、でこう入っていくみたいな。いや、もし取っちゃうとこれでなんかあれとあれで大変だみたいな、一回こうやってジャンでこうするんですけど、これでこうなりました。まあ駒は交換になったんですけど、いろいろボロボロ黒守り駒がですね。でもまあもしこうなったら結構こっからまた勝つのも長いですけどね。でまあ何でしょう、さっき見てたのはもしこれもあるかなっていうところなんですけど、でこうしてこうやって守って、こうじゃなくてまあこう取っちゃって1個取っちゃって、で1個入ってとかもあるかなみたいな、こんな感じですか。もし取ったらこうなって死んでいる雰囲気なので、まあ入ってこんな感じですんで、やっぱりちょっと赤がいいかなと思うんですけど、でも多分実戦ほど良くないと思うので、じゃなくてこれは正しいはい、まあまあなんかなんとなく見ててこれもあるのかなと思っただけで、ちょっと見てみました。でまあ実戦はこうなって、こうやって守って、ここからまあ面白いのは、面白いというかうまいのは、こう馬が一回引いて一回これに当てますと、この線上、この線上ですね、この線上を車が動けば、実戦動きました、これが渡れるということですね。でこの兵が1個入ると非常に黒も守りが厳しくなります。まあ、死がないので、でまあ例えばこうしてこうじゃなくてこうやって当てたとしても、まあ、こっち入ってこれ取らせてこんな感じで進むと、これはこれでもうなんか生きた心地しない雰囲気になってます。はい、いろいろなくなっちゃった。はい、なので多分これはあんまりなくて、まだこっちの方が粘り強いということですね。でこうして馬が逃げました。まあこれでも頑張ってる手だと思います、非常に。まあ後々こう方がこうしてこう下がるとか、目をつけてとか形整えるとかもあるかなと。で赤はこうしました。まあもしこうやって引かれると車がこう何でしょう、広いとかこれがつきづらいとかあるので、最初についてまあ局面のコントロールを赤がしてる局面ですね。まあこうついたんですけど、まあ先にもしこうついたらついたで、これはこれでなくはないかなと。まあ根はついているので、ありといえばありそう。でこうなって実験はこうやって馬が跳ねました。まあそしたらまた当ててしゃがらせて、ここで馬がこうやって前に行きました。で車がこうやって当てました。こうしたと、これジャンがあるんですね。でジャンされる前に先に黒は出ました。でそれでも赤はこう入って、ここですね、一個道を塞ぎました、小の。でこうしました。これはしばらくちょっと車に当てて時間稼ぎです。はい、試合ではよくあります。でこうして時間稼ぎが続いてこうしました。でまあこれはジャンされたら下がろうという感じです。でジャンされて下がりました。まあ、下がらないでもしこうやって上がるとこういう手がありそう。あとでここにジャンしてからこっちに回る、で兵がついていくっていう感じですね。ちょっとなんか今の難しかったですかね。馬でジャンして上がったら、車でジャンしてこっち行ったら、兵が前に行くとなんか攻撃されてる雰囲気、はい、って感じで、まあこんな感じですね。でこうやって下がっとくとか、いやもしこうやって取るとジャンでこれで車がさようならみたいな、はい、雰囲気が漂ってます。はい、まあ、なので取る手はなくて、まあ方が下がっておくとかですかね。でこう入って取ったらこうなってなんか良くなさそうなので、取らないでここら辺下がってまだ頑張って粘るみたいな、
で、こうして、こうなって、またちょっと下がるしかないと。粘り強くは指していますけど、大変厳しい局面です。はい。まあ、なので、このちゃんに対して、これは結構厳しいと。で、テイさんは実戦でこう下がりました。で、馬がこうしました。これ面白い手ですよね。実戦はこうなったんですけども、もしこう取ると、こう取って、こうやっていって、もう死とかがないので、攻撃されて大変な局面です。まあ、面白い手。まあ、もしかしたらこんな手もあるかもしれませんって紹介されてました。まあ、もし取ったら、こうして、死んでそう。はい。みたいな感じで。まあ、なので、こういう手も面白いかもしれない。実戦はこうして、こう下がりました。これしかないですね、守るしか。さっき馬取ったら危なかったですね。で、まあ、表してから、こう、一回下がると。テイさんはこうしました。まあ、もしこっち取っても、こうやってジャンで、なんでしょうね。2個の、この兵もあるので、まあ、大体大丈夫そう、攻撃が。というのが、死もないし、城も1個しかないし、ということですね。こっちの守りが弱いので、これでいけるだろうという判断です。で、なので、これ取ってもダメだろうというテイさんの判断から、実戦はこっちに行きました。で、ジャンです。こう入って、もう一回ジャンして、これ、刺すです。次、こうしたら刺すです。で、上がりました。こうしました。もう、ここまで来ると、もう、守りようがあんまりないですね。で、仕方がないので、一応こうしたんですけど、ジャンで。下がって、もうどうしようもない。で、まあ一応最後時間がないながらにこうなって、これも刺す多いですね。で、時間がないながらに、テイさんはこうして、これで決まったという感じになります。まあこの試合自体はですね、なんか最後はテイさんもずっと時間もなくて、大変だったと思います。結構なんでしょうね、面白い試合だなと思って、なんでしょうね。私たちみたいな、私たちっていうか、一緒にしてもあれなんですけど、私みたいなタイプの人間には、こう、プロの人の攻撃とかの手順をこう見るのはとても勉強になるなと思っていて、これはやっぱり、なんか一局優勢になってから、で、優勢なんですけど、駒損の優勢じゃないですか。そしたらもう勝たないといけないということですよね。どういうふうにやっていくのか、ちょっと穏健の手を指して、変な駒交換とかをしてると、なんか勝てなくなっちゃったりとかもあると思うんですよね。で、今回は結構駒交換とか、最後この大きい駒2個ってこっち3個ですよね。2個まで交換しても、こううまく勝ってて、この卒とか兵とか、そういう使い方もあると思うんですけど、なんか上手だなと思ったので、勉強になるなと思ってビデオにしてみました。まあ、この試合の後、王さんは、決勝戦に進んで、その前の年、去年、一昨年、のチャンピオンの王洋さんと指して、勝って、この中国個人選手権で、この年、去年優勝されました。まあ、結構これも重要な一試合で、最後なんか一手一手の攻撃ですか、がうまいなと、はい、思いました。まあ、なんでしょう、こっからの、こういう、なんでしょう、指す、一手一手の指すを見逃さない。で、こう入る。で、ジャンした後に、また殺みたいな。でもどうしようもないですよね。馬がここ押さえちゃってるので。それでまあこんな感じで勝っていくと。最後の殺法もなんか綺麗だなと思いましたし、はい、非常に勉強になる試合だったと思います。そんな感じです。